広島東洋カープ対読売ジャイアンツのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはカープの先発菅野、マウンドに。西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。今のはバッターよく見ましたよね。はい、変化球わずかに外れてボール。ボール先行です。いいボールですね。はい、低めのストレート、ストライク。ここは150キロを超えてきます。低め、これは決まった。ツーボールツーストライクです。内へ低めに変化しました。スリーボールツーストライク、打ちました。さあ、そして打席には坂本が入ります。さあ、得点圏には先制のランナーを置いています。まあ、先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですよね。このバントは空振りになります。次が2球目、このスライダーは外れます。打ちました。さあ、そしてバッターボックスには柳田が入っています。さあ、ワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど、そうですね。インサイド、落ちました。さあ、そして打席には山川が入ります。さあ、ツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、この先制のチャンスをしっかりとものにして攻撃を終えたいですね。なるほど、そうですよね。外れました。150キロ。落としていきましたが、これは外れます。ストライク入りません。内へ、これは決まった。打った、高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて先制の、いや、バッターは DH 中村。ジャイアンツ見事先制点を挙げています。西さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、理想的な形ですよね。さあ、この勢いを、インコース詰まりました。さあ、これからジャイアンツが守備につきます。バッターは山田。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。初球打ち、バッターは2番に入っている坂本。ヒットでランナーを1塁に置いています。打ちました。さあ、そしてバッターボックスにはバースが入っています。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、ランナーを得点圏に背負っています。早い段階から相手のチャンスを潰し続けることが重要ですから、しっかり切り抜けてほしいですね。なるほど、そうですね。もう1回インローに持ってきました。見送っています。ボール、これが3球目。打ち上げました。さあ、そして打席にはグラシアルが入ります。さあ、なおもピンチの場面、ここでしっかり食い止めたいですね。なるほど、そうですよね。まずは変化球から入りました。走ってきた、外の球打った。改めてお聞きします、この田淵、どういうバッターなんでしょうか？ミートがうまい上に大きいのも打ってきますから、もう打席に立ってほしくないバッターですね。なるほど、そうですか。インサイド打った。2回表に入ります。ジャイアンツの攻撃、打席には6番バッター長嶋。ジャイアンツ1点リードで迎える中盤の攻撃です。2球目は何で来るか。今のはバッターよく見ましたよね。アウトロー、際どいところ、わずかに外れました。ボール先行です。インコース決まった。インコース、2ボール2ストライクと追い込んでいます。釣り玉でしたね。
はい、高めストレート外れてボール、3ボール2ストライクです。まあ、フルカウントは案外ボール球も来ますからしっかり見極めたいですね。なるほど、そうですか。打ちました。バッターは7番に入っている吉田、ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は何で来るか。まずはインコース。膝下厳しいボールですね。今の感じだともう一球来るかもしれませんね。なるほど、そうですか。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。打ちました。さあ、そしてバッターボックスには鈴木が入っています。さあ、ワンアウトになりましたが、得点圏には追加点となるランナーを置いています。もうここで点差を広げるとさらに相手チームにプレッシャーをかけられますからね。なるほど、そうですね。これは手が出ないか。ストライクを取ります。さあ、3球目は何か。ふわふわっと上がった。さあ、そして打席には城島が入ります。さあ、ツーアウトながらなおもチャンスは続きます。まあ、1点でも多く得点しておくべきですから、今度はしっかりつないで追加点を奪いたいですね。なるほど、そうですよね。これは手が出ないか。ストライクを取ります。左中間へ持っていった。2回の裏になります。追いかけるカープの攻撃、打順は6番太田。ジャイアンツ1点リードで迎える中盤です。インコース詰まりました。バッターは7番に入っている大山。田中、まずは先頭バッターを打ち取っています。インコース打ちました。いい当たり。インコース詰まりました。バッターボックスは8番西川。ツーアウトになっています。この回の田中、早くもツーアウト。まだ3球しか投げていません。インコース打ちました。いい当たり。バッターは9番に入っている甲斐。ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド変化球決まっています。インサイド落ちました。3回に入ります。ジャイアンツ打順よく1番から始まります。山田がバッターボックスに入ります。先ほどの打席で引っ張った。バッターボックス坂本、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。前の打席はピッチャーにしてやられた感じでしたね。ええ、ここは挽回したいですね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。バントしました。打ち上げてしまいました。さあ、そしてバッターボックスには柳田が入っています。さあ、アウトカウントが一つ増えましたが、追加点の欲しい場面。まあ、ここで追加点が入るとぐっと勝利が近づくでしょうからね。なるほど、そうですね。この球は見送ります。ライトへ持っていった。ジャイアンツ まず何を投げてくるか。センターへ。さあ、そして打席には中村が入ります。さあ、ツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、ここでの追加点は相手へのダメージも大きいですから、なんとか得点に結びつけたいですね。なるほど、そうですよね。いったー、一直線ツーラン。いや、完璧。いいところへ決めてきます。ストライクです。打った。打順はトップに返って山田。まあ、ここはさっき打たれたスプリットの使い方には注意したいですね。さあ、ここはどういった攻め方をしてくるか。ジャイアンツピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは打ちました。痛烈。2番バッター坂本、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。
インコースファウル。まあ肩が強いキャッチャーですから、ここは迂闊に走れないでしょうね。なるほど、そうですね。走ってきた、ヒットエンドラン。さあ、そしてバッターボックスにはバースが入っています。さあ、ワンアウトになりましたが、得点圏にランナーを背負った場面です。まあこのピンチを切り抜ければ勝利が待っているわけですから。センターへ持っていった。さあ、そして打席にはグラシアルが入ります。さあ、2アウトながらピンチは続きます。ここで点を与えると勢いづいてしまう可能性もありますから、確実に仕留めておきたいですね。なるほど、そうですよね。これが2球目。この球は、外れました。低めにズバッと決まりました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ、どのように料理していくか。まあ、バッター、ここはゾーンを広げて対応してきますから、ボール気味でいいですね。なるほど、さあどう来るか。振ってきませんか。振ってきません、外れています。インサイド打った、一塁アウト。これで3アウト。最終回無失点で試合終了です。試合を制したのは読売ジャイアンツです。西さん、非常にいい具合に流れに乗って試合を進められたんじゃないでしょうかね。そうですね、展開としてはね、理想的でしたからね、チームとしてもいい勝利だったですね。そのいい流れ、明日も期待しましょう。勝ったジャイアンツ、大きな今日は勝利になりました。一方のカープですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで失礼いたします。本日はご来場